母さんが夜なべをして手袋を編んでくれたという一節が含まれている歌があります。久保田聡作詞作曲による母さんの歌ですね。今は左クリック一つで黒猫大和の宅急便のトラックのうんちゃんが夜なべや夜通し高速を走って好みの手袋を届けてくれます。大阪や白馬の荷物を間違えて新潟や富山方面へ運んでしまっても、決してトラックのうんちゃんだけを責めないであげてくださいね。というわけで、こんばんは、窓キャスクティーンです。結構ネタ凝ってまんななんかオープニングになんか力入れすぎじゃないちょっと視聴者の皆さんの掴もうというこの意欲は分かるんですけどそこまでね、頑張らなくていいから。いや、今日はまた続き勝さんが、僕はこの放送を見ながら焙煎ですいやそういう人間が多いんですから、もう気楽にいきましょう。はい、はい、さて、はい、いもの百問、はい、いもの百問ね、第9回目の今回めちゃめちゃ今日ネタを仕込んでるね、あんた。今月はちょっとネタが多かったので。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、芋の百問、はい、第9回の今回は、芋の品質管理についてと題して、芋の製品の品質や機能を維持管理していくために、どういう手法とか手段が取られているのかというのをお話ししていこうかなというふうに思います。その前にですね、ずいぶん前に引き型造形法にっていうのは、そういう造形法がどういうものなのかっていうのがちょっとわからないっていう一部の視聴者の方の質問がありまして、で今回スケジブックにその解説の方を書いてきましたので、それをちょっとご覧いただきたいんですが、はい、はい、引き型造形法、引き型造形法ですね。ですね、ちょっと見えますかね。いや、じゃあ見えるように、あ、はい、はい、急に見えますかねって言われてるのはい、これをどうぞ。これは、あ、どっかで見たような、これは、はい、見せましょうか。どちらにいますの？左の。やっぱり太字で書いて、太字で書いてるんですけど、この辺りちょっと高さですか？もうちょっと高いです。もうちょっと高いです。はい、はい、あとは高さ調整してください。はい、高さ調整やってください。はい、はい、もうちょっと、はい、ちょっとそっちに傾いてますけど。あ、本当だ、傾いてます、ね。まだ、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと。はい、もうちょっと上げて。はい。はい、はい、もうちょいだよ。はい、もうちょいで水平。はい。もうちょっと、ね。はい。はい。あ、ちょっと上がりそうだな。ですね。はい。OK です。外型と中をこう組み合わせるんですけども、外型枠の中に物砂を入れるんですね。入れるんですけども、その入れる前にそのこういう木でできた板を入れるんですね。木でできた板ってこれどう状態ですかね。木でできた板が入る。はいはいはい。箱なんですかこれは。まあ箱の型枠になってまして、はいはいはい、その型枠の中に物砂を入れて、はい、普通はその型取りをやって、でそこに湯を入れるんですけども、その型取りをするときにちょっと工夫がありまして、はい、こういう引き板という型枠の真ん中を切ったやつがあるんですね。はいはいはい。でこれを入れた状態で芋砂を敷き詰めていくんですね。はいはいはい。でそうしで敷き詰めながら、その
敷き詰めたらそのぐるっと回すんですね。この真ん中、片枠の真ん中を、はいはい、あのセンターにして、うん、ぐるっとあの回すんですね。はいはい、回した。で、はいはい、中具も同じなんですけども、うん、中具は今度あのこちらの外型のその引き板とは逆の、まあ逆の噛み合わせの引き板がこういうふうになるんですね。うん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 。でこれもやっぱり半分に切れてまして、うん、同じようにひっくるっと回すんですね。はいはいはい。でそうすると、うん、外枠がこういうふうにできるんですね。はいはいはい。外型がこういうふうにできて、うん、で中こういう中ができるんですね。はい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 。でこの2つを組み合この2つを組み合わせると、うん、こういうあこういう型枠ができるんですね。はい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 。でこれこの中に中東を湯を入れて、うん、この場合ですと盆栓を作るということですね。はいはいはい。質問なんですが、はい、これここのとここうあるじゃないですか、はいはいはい、これ中子っていうんですか、はいはいはい、これこのままこうズボンと落っこちるってことないんですか。いや実際にはですね、うん、まあ、説明の便宜上を逆にしたんですけども、うん、実際上下逆でして。なるほどね、はい、これが上なひっくり返るわけね、はいはいはい、あこっからこう湯が入る感じなんですか、イメージとしては。そうですね。あそういうことですか。なるほど、わかりました、まあ、ちょっと便宜上ちょっと上下逆にしてみたんですけども。あなるほど、理解です。でまあ引き方造形法というのは、うん、まあ前もしたかもしれないんですけども、うん、盆栓を作る時に使う、あでかいもんね、鋳造法なんですね。でその盆栓を作る時にこういう鋳造法を使うということですね。じゃあ何ああいう盆栓って左右対称になってんの。対称にして作るということですね。ああなるほどね、うん、理解しました、はい、うん、まあ大雑把に言うとこんな感じの鋳造法であるというのが引き型造形法。なるほど、わかりました、はい、じゃあ今度UFO 寺で釣り鐘を見たときに、はい、まあ、じっくりと、はい、確認します。はい、はい、了解です。まあ、スケッチブックは今回はここまで、ね、あそうですか、はい、スケッチブック君はここまでの、はい、これだけのためにはい、偉いですね。あ下落として下ろしてきて、はい、はい、OK です。はい、でまあ今回はまあ、QC、まあ、品質管理についてということなんですけども、はい、その QC、鋳物の製造工程の中で品質管理をやるときに、うん、QC7 つ道具というものを使うんですね。QC ってあれですか、クオリティコントロール。クオリティコントロールの略ですね。はい、で、まあ、この QC7 つ道具、まあ後でちょっと言うんですけども、はい、うん、この QC7 つ道具を何のために使うのかと言いますと、はい、まあ、情報というのは鋳造するでいろんな情報がありますよね、はいはい、その情報を どうやって集めて、うん、それらを整理してまとめて見やすくするかということと、うん、あとはそれらをもとにですね、そのどういう判断を下して、はい、現場で使える形に反映させていくかというところに、その QC7 つ道具 を使ういい目的があるんですね。へ、結構あれですね、すごいこと君のところの会社もやってんですね、ただですね、うん、いくつかあるうちに、うん、その実際には中小のうちみたいな中小の鋳物屋だと使わないこともあるんですね。あそうなんだ、はい、うん、あとで散布図とか送別っていうものが出てくるんですけども、うん、その2つに関しては中小規模の鋳物屋の場合だとあんまり使わないんですね。なるほど、はい、分かりました、はい、でまあ鋳物工場の場合ですと、うん、製造部門前工程っていうんですけども、うん、その製造部門ですと、うん、不良を作らないように、うん、どんな管理をしなければいけないのかということを考察するのが、うん、品質管理の一環なんですけども、うん、その後工程、加工部門においては、うん、お客さんですね、お客さんというのは取引先のことなんですけども、うんうんうん、取引先に不良品を出さないためにどんな管理をしていったらいいのかというのを考えるのが品質管理の肝なんですね。なるほど、はい、うん、だから目的がちょっと違う
んですね。で実際にその QC 活動をするにあたってはその、まあ、一人一人いろんな工夫をするのも大事なんですけども、うん、まあ、日本でいうところの QC 活動といいますとですね、うん、あの職場単位でチームを作ってやっていくことを指すんですね、うんうんうん、まあ、これを、まあ、QC サークル活動と言うんですね。はいはいはい、いやよく聞くね、QC サークルってね、でまあ、自己啓発を含めて、自分たちでより良くする大事だことが大事ですね。でその自分たちより良くするっていうのはですね、まあ、不良品を出さないようにしたりとかですね、うん、まあ、生産性を上げるためにそのどういう取り組みが必要なのかというのを話し合うということが大事なんですね、はい、なるほど、でその QC7 つ道具、勝さんがもう QC ハテナが出てきますね。あ、まあ、勝さんはあれですからね、職人ですから ね、 職人 QC あんまりやらんかもしれないですね。一般の企業は QC をやる、まあ、コーヒー屋さんも QC をやる、まあ、一般のその日常生活の中でもこの応用できる部分とかもありますので、うん、共通項もいくつかあると思うんで、その、まあ、具体的な場面を想像しながら聞いていただければ、いくつか思い当たる質問あるんじゃないかなと思うんですけどね。なんかキララシティさんがですね、はい、閉鎖化の芋の工場跡地がどうなるかが気になってますって、閉鎖化の芋の工場がどっか潰れたのという意味？これ。僕が聞いたのはその昔中野日本中高のが潰れたみたいな話は聞いたことあるんですけど。中日本って潰れたっけ？なんかうち移転したんだ。あ、移転したんですね。うんうん、もともと中日本中古って、あそこでしょ？あれ、中畑でしたっけ？いやいや、違う。あそこの、いつものとこにあったのが中日本ですもんね。うん、確かね。うん、3K みたいな感じの略し方。3K は、頭文字ですよね。きつい。3K は、きついとか、汚いとか。QC は、危険とか。アルファベットの略ですからね。そうですね。うん、今ってどこまで T が入ったり入らんかったりとかあったじゃないですか。T、うん、TQC に。あ、トヨタクオリティコントロールですかね。よく知らんけど、なんかね、そういう風になってたり。うん、まあ、多分トヨタ独特のやり方が入ったらそうなるんじゃないですかね。例えば改善活動とか、うんうん、ああいうのがいたら TQC になるかもしれないんですけど、うん、まあ、それは見たことないんでわからないんですけどね。なるほど、うん、はいはいはい、はい、じゃあ川添さんが中日本は現役もですというふうに解説をいただいております、はい、そうですね、はい、ピクチャーインピクチャーに、はい、しますか。そうですね、お願いします。はい、うん、はい、で、その QC7 つ道具にはどんなものがあるのかと言いますと、はい、QC7 つ道具についてなんですけども、はい、まあ、いくつか分けてあるんですけども、うん、グラフですね、はグラフが何7つ道具なののうちに入るんですね。グラフ管理、でこれはですね、うん、データをビジュアル化してその変化、そのデータの変化とか傾向を把握するのに使うんですね。あ、まあ、特にその製造工程の安定性を評価するときにこういうグラフが管理図を使うんですね、うん。で、まあ、データの変化の具合がを見るんですけども、うん、その変化の具合がその管理幅っていうのがあるんですね。そのここまでの間に入っていたらいいんですよっていう、その交差っていうのを呼ぶんですけども、その例えばまあ、これ付箋なんですけども、この幅が、うん、まあ、ちょっと何ミリか分かんないですけども、まあ、これがそうですね、まあ、2センチ、まあ、もっとあるかもしれないけど、はいはい、2センチだとしたら、はいはい、まあ、20ミリですよね、はい、20ミリのプラスマイナスいくつまでだったらいいですよとか、うん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 、管理幅があるんですね、うんうんうん、その管理幅の中にその安定的に入っているかどうかを日々検証していくための道具として、グラフや管理図を用いるということですね、うん。まあ、なんか代々木まぐれさんが KY みたい、うん、危険予知、あ、危険予知も大事ですね。この KY ってなんかなかったっけ？空気読めない。あ、空気読めないだよね。確かそうだよね。まあいいや。はい、どうぞ。
それとパレート図っていうのがあるんですけども、うんうん、これはあの重要な傾向を把握するために用いるというふうに書いてあるんですけども、これはあの棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたものがそうなんですね、うん、はい。で次にヒストグラムというのがあるんですけども、あのこれはデータの分布を把握するために使うんですね。なんかみんななんかあのあれですよ、はい、この QC を窮屈でしんどいとこう訳したりとかあの川添くん考えてみや、YK ですね君はね、KY じゃなくて YK だね、はい、フレーバーコーヒー FC っていうの FC ですねまあいいえ、どうぞどうぞ、はい。まあ、ヒストグラムというのはデータの分布を把握する際に用いるものでして、まあ、これは後でちょっと解説するんですけども、うんうん、これは例えば鋳造の工場ですと溶解部門で使うよく使われるものでして、うんうん、例えば成分の配合のばらつきが、うん、あのどっちの方向にばらついているのかを把握するためにこういうヒストグラムというものを使うんですね。はい、あと層別というのがあるんですけども、これはあの共通点および共通に基づいて、うん、グループ化をすること層別、はい、を層別と呼ぶんですね、うん、で層別界とは違うんだねあ違うんね、はい。まあ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 パワーポイントでも書いてあるんですけども、はい、あの漠然としたデータの特徴を掴むためにこういう層別という、うん、へー、まあ、図なのかグラフなのかちょっと、うん、まあそれは後で言うんですけども、はいはい、うん、これを使うということですね、うん。で次に、特性要因図というものがあるんですけども、これはあの要因、まあ、要因と特性の整理により原因を追求するために使うとあるんですけども、うん、まあ、これはですね、まあ、まあ、いいものですと、うん、例えばですね、これは QC の入り口の段階であまり使わないことが多いんですね、うん、で、まあ、よく使う方法とそのよく当てはまる方法としましては、そのブレインストーミングがこれに当たるんですね。あ、ブレインストーミング、はい、なあよく聞くな、その言葉だけは、うん、その時にあのフィッシュボーンっていう図があると思うんですけども、フィッシュボーンっていう図があると思うんですけども、フィッシュボーンってや、魚の骨なんですけども、はい、まあ、これも後でちょっと出るんですけども、うんうん、あのこういうふうにしたいっていうものがあった時に、はんはんはん、例えば体重を減らしたいって、あ、ダイエットね、サプリメントを取るのか、うん、食事の量やタイミングがどうか検証したりとか、うん、まあ、そういうふうに食事が原因なのか、サプリメントが、サプリメントを取っていないのが原因なのか、うん、まあ、思い当たるその要因っていうのをどんどんあの書いていくんですね、うんうんうん、それをランダムに書いていって整理するということですね。整理して最終的にどういうものが必要なのかっていうのを探すのに、使うのが、まあ、フィッシュボーンだったりするんですけども、へえ、はい、なるほど。それがこれこの特性要因図の中に当たるということですね。なるほど。あ、ちょっと、ブレースストーミング、ちょっとここに書いてありますね。その目隠しをさせながら、うん、もういろんな意見を言わせたり、その書かせたりして、うん、後でそれらを整理して、分けて原因を追求することがブレインストーミングですね。で、これをやるために、そのフィッシュボーンという図を使うんですけども、それが特性要因図であるということですね。はい、フィッシュボーンね。はい。OK。はい、覚えた。F は古い建物、C は小さな店。はい。FC でフレーバーコーヒーは古い建物の小さなお店、うん。でもそれを言ったらフレーバーコーヒー以外の。うん、まあまあいっぱい、フレーバーコーヒーがフランチャイズみたいなもんだな。あ、うん、一番偉い。いや違うよ。FC でフランチャイズとフレーバーコーヒーって同じだろ。ああ、そうですね。うん、はい、それと、K カテキング、Y がゆるキャラ賞。KY は、カテキングのゆるキャラショー、 あー、うん、カテキングが休憩して、なんかやっとるんだね。あー、うん、そギラーシティさんがチューイングボーンとあるんですけども、何ですかね、これ。チューイングボーン、はい、チューイングボーンっていう書き込みがあるんですけども、ちょっと待って、チューイングボーン、
なんだろうね、すいません、キララシさん、ちょっとネタが分かりません。チューイングボーン教えてください。まあちょっと次いきましょう、ね。はい。で、散布図というのがあるんですけど、これはまあ、二変数間の相関関係を把握するために使うというふうに書いて。すいません、その難しい言葉やめましょう。僕、高卒なんで。例えばですね、これは鋳物の製造工程で言いますと、はい、その、浮上の内容と個数を、縦と横の軸にプロットしていくんですね。はいはい、はい。そのプロットしていきながら、その例えば温度が高ければ風量が少ないだったとか、あ、その少なければ風量が多いのかっていう、その関係、その2つの変数のその関係性をつかむためにこういう散布図を使うってことです、ね。あ、なるほどね。だからデータをこういう点で打っていくんですね。うんうんうん、で縦軸と横軸で、でどっちに偏っているのかを見るためにこう散布図を使うってことですね。あ、理解しました。はい。ギャラシティさんが吉本新喜劇の島木ジョージのギャグ、チューイングボーンですよ、とあるんですけども。ごめん、意味がわからないです。僕もわからないですね。島木ジョージって言うと、何でしたっけ？パチパチのなんかね。ああ、パチパチパンチやで。うんうん。あれが、チューイングボーンっていうギャグがあるのね。いや、知らない。ね、知らんな、失礼いたしました。代々木まぐれさんがばらつきについてかなった。そうですね、そのばらつきを見るために散布図を使うっていうですね、うん、その数字で表されているだけだと、うん、結局傾向が分かんないわけですね。ああ、なるほどね。だからその傾向をどっちに偏っているのか見るためにその散布図を使うっていうことですね、うん、なるほど。で、まあ、チェックシートは、まあ、読んで分かるように、その点検や評価の結果を記録するために使うというわけで、まあ、これは、まあ、鋳物云々は別に、としていろんなところで使われていると思いますので、チェックシートね。はい。これは省略します。で、まあ、一つ一つあったんですけども、例えば、パレート図というのはこういうものですね。パレート図？はい。こういう、折れ線グラフと、はい、棒グラフを組み合わせたものがこのパレート図でして、これはどういう、まあ、例に出している、例に出したんですけども、どういうものなんですか。これはですね、はい、左から順に浮上の名前が書いてあるんだけども、一番左が寸法浮上なんですね。はあ、でその次に荒さ浮上なんですね。はあ、で次に掛け浮上、丸め浮上、うん、形状不良で、一番最後が外観不良の順番なんですけども、うん、まあ、いろんな不良の種類があるんですね。はいはい。その不良の種類を、それ不良の種類がそれぞれどれくらいあるのかをこういうパレット図で示したという例なんですけども、うん、つまり不良の種類が、まあ、一応棒グラフで示してあって、その折れ線グラフはこれは合計かなんかですか、なんですか。累計ですね。あ、累計か。だから例えばまあ棒グラフは項目ごとの、うん、数ですよね。それぞれの項目ごとの数なんですけども、うん、棒グラフの方は例えば寸法不良と荒不良の合計がその2番目の緑の、うん、点ですね、うんうん、というふうに累積の数を示しているんですね。ああ、じゃあ、この折れ線グラフは、この、なんか、日にちなんですか？どういうふうに？日にちではなくて、まあ、パーセンテージですよね。例えば、寸法不良と荒さ不良、掛け不良で、その、不良品の全体の8割を占めるんですけども、例えば、その、寸法不良と、アラスワ不良とか掛け不良の3つを占める、うん、3つだと、その、合わせて全体の、80% を占めるんで、うん、この折れ線グラフのところもその80のところを占めてるんですね。あ、そういうことなの？そういう意味。へぇ、はい。で、件数はですね、左から順に、うん、寸法不良が430件。うん、で、アラサ不良が292件、うん、掛け不良が255件、うん、丸目不良が119件、うん、で、形状不良が102件、
で、一番最後の外観不良というものが53件なんですね。で、全部でこれ1251件なんですけども。余計あるじゃん。はい。まあこれはある一定の期間の中でのデータなので、うんうん、半年なのか1年なのかわかんないんですけども。ね、これは単なる例なの？それとも、あんたのとこの不良品の量なの？違います。あ、これは例？例ですね。あ、はい、失礼しました。君とかいっぱい出すだな、不良とかって思ったら違うのね。違います。で、まあ、このグラフを見ると、その、寸法不良とアラスト不良と書き不良の3つで、折れ線グラフを見ると 80% を示しているので、うん、この3つを解消するための対策が重点的に必要になってくるということが、このグラフというか、まあ、パレルトスを見たら分かるというのが、そのパレルトスの特徴です。そういうもん、そういうふうに使うわけですね。こういうのを QC では使うんだね。そうですね、うん、はい、ちなみに不良品に関してはキララシティさんが、はい、雷族、カラーギャング、グレンタイ、はい、スケバン、チーマ、チンピラ、突っ張り、はい、というのが不良の種類です。なんか80年代の。そうですね。ちょっとキララシティさん、ちょっとお年が分かりますよ。はい。で、まあ、パレートズはその職場の改善のために、はい、その最も重要な問題点を的確に発見して、うん、その管理改善活動の重点目標を決めるのに役立つ手法であるというふうに書いてます。でパレット図から分かることは、うん、そのどの項目が最も問題かを見つけることができる、うん、それと問題の大きさの順位が一目で分かる。ああ、これもうだって棒グラフのところにだって要件名、出てくるもんね。それとある項目が全体のどの程度を占めているかを知ることができる、どの項目とどの項目を改善すれば不具合をその程度解決できるかが分かる、うんうん、そして問題の大きさが目で分かるので、うん、説得力があるというのがこのパレット図の特徴ですね。なるほどね、はい、このなんとかかんとか不良をこう減らせば、コストがこれだけ下がりますみたいな感じで、ね、不良率を大きく低減できますよってことですね。なるほど、理解します、はい。まあ、野球で例えるなら、まあ、頻打にあえているのに、中軸打者を補強せずに放出してしまうような、そういう。あ、そういうチームがあるんですか？どこでしたっけ聞かなかったことにしましょう。あ、そうですね。はい、まあ、いや、そういうチームがあるのかなと。あ、まあ、空耳だと思ってから。あ、そうですか。はい、あ、いや、岩瀬、よかったですね。そうですね。うまいですけど。次にですね。ジャイアンツ優勝したんですか？ああ、優勝しましたね。ね、うん、確かに。阪神が負けて。阪神が負けたもんね。自動的に決まってくる。うん、はい。昨日わざわざ、巨人ファンが、野球見に行ったんですけどね。あ、そうなんですか、うん。悲しいかな。優勝は決まらずに帰ってきましたけどね。そうなんです。うん。まあ、関係ないですけどね。はい、で、パラトズの元データが、はい、これですね。はい、で、この元データだけを見ると分からないので、さっきのパレート図にするということですね。確かに分かりづらいですね。単なる数字の羅列ですのでね。そうだよね、数字の羅列って分かんないもんね。分かんないですね。エクセルでもやっぱりグラフにするとなんか分かった気になりますもんね。そうですね、傾向が扱いますからね。そうですね、はい。それとですね、まあ今からやるのはその今からやるのはですね、肥満を直す。ちょっとフィッシュボーンの一部を切り取ったんですけども、例えば、はい、まあ、さっきそのフィッシュボーンの説明しましたよね。うん、例えば、肥満を直すという目的があるとしまして、うんうんうん、運動する。はあ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 、で、運動するのにも、まあ、費用がかかったりとか、どこでやるのかとか、はあはあ、あと、まあ、どこで、どの時間帯でやるのかとか、あるいはその毎日やるのか、定期的にというか、うん、1日起きてやるのかとか、いろんなことを考えられるんですけども、うん、そういういろんなことを、まあ、こういうふうに書き出していくんですね。ほう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 。あと食事ですね。うん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 。その内容を変える、どんなものを食べたらいいのかとか、それから量が多かったかもしれないから量を減らした方がいいのかとか、うん、あと時間帯を変えるですね。
やっぱりその遅い時間帯だと、うん、あのどうしてもまずいということもありましたから、うん、はい、それとあの医薬品とサプリメントを取るか取らないかとか、はい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 、そういうまあいろいろ書き出してみるんですね、うん、それを書き出してみて最終的に、うん、こういう暇を治すことにつなげていくにはどんな方法があるのかというのを見ていくための図がフィッシュボーンです、ね、ああ、はい、なるほどね、暇を治す、はい、うん、でこれはまあ製造現場でも、まあ、不良品を、うん、あの減らすために、うん、まあいろんな、まあ、作業員のミスを減らすだとか、はいはい、うん、あのまあいろんな方法があると思うんですけど、ね、ああなるほど、ね、それをこういうふうに図で書き出していってあの原因を探っていくという、ああなるほどね、だからそういうフィッシュボーンを鋳造の工場でも使うことがあるよということですね、はい、結構あれなんですね、はい、あの大企業みたいなことやってるじゃないですか、まあまあ、あの僕は製造技術の人間じゃないので、はあはあ、実際どういうふうに やられているのかっていうのは、うん、あのちょっと詳しくはあの掴めてないんですけども、まあうん、そういうこういうことを使うこともあるということですね。ああなるほどね、はい、じゃあいろいろな会社、例えばね市役所の方とか、はい、なんかコーヒー屋さんとかも、基本的にはあれですかね、まあ、応用はできますよね。うん、あ、なんかキララシティさん、岩瀬投手の、大記録の達、大記録達成時は、はい、出身地で、ひときパパと、喜びを分かち合いました。あ、そうなんですか、うん、小見町ですね、382セーブでしたっけ、うん、そうですね、あれ、キララシティさんが喜びを分かち合いましたってこうやってるじゃないですか、はい、あれこの一緒にいたってことですよね、これ分かち合うってこと。もう講演会にいたってことですね、うん、分かち合おうと思ってこう待ってるところでボカボカに打たれると悲しいですよね。まあそうですね、うん、明日みたいな感じで、まあフォアボールを出したりして一時ちょっと厳しかった場合もありますね。そうですよね、確かフォアボール出してその後三振とやったんでしたっけね、あれで勝ったから名古屋ドームで巨人の胴上げミスに済んだということですね。あ、そう、よかったですね。まあ、勝さんがどう思ってるか知らないですけど、ね、あ、勝さんはね、巨人ファンなんですよ。はい、本当は、あれだよね、ジャイアンツも昨日、やっぱ決めとかにいかんよね。今、前剣で。ねえ、前剣を打ち崩して、はっきり言って、胴上げしとかにはね。前剣はしかも昨日は38の熱があったみたいな。あ、いいじゃないですか、暑さがあって。なんかあの何としても抑えると意気込んで、うん、意気込みで熱くなったんですよ。はい、ほら意気込みでそれ38度ぐらいになりますよ。あ、はい、うん、まあ、フィッシュボーンの説明、はい、まあ、ちょっと重複しちゃったんですけども、うん、ここまでいきまして、次に何でしたっけ、チェックシートですね。チェックシートについてなんですけども、まあ、これはチェックシートはですね、はい、まあ、重要なデータが、うん、込められていたり、その重要なミスを防ぐために、まあ、このチェックシートが存在するわけですね。あ、つまりあれですね、朝歯を磨きましたかとか、はいはいはい、寝癖を直しましたかとか、はいはい、いうのとは違いますか。まあ、それも後で出てくるんですけども、はい、まあ、日々の作業に関して正しいかどうかをチェックすることが大事になってくると思います。うん、まあ、歯磨きなんかも、まあ、含まれるかもしれない。いや、いいですよ。わざわざそこに、反応してくれる。まあ、芋の工場ですと、まあ、設備の管理なんかで、そのチェックシートを使うことがあるんですね。例えば、このパワーポイントで出てくるんですけども、その退社時の点検シートとありまして、うん、まあ、電気、蛍光灯を消したかとかですね。うん、エアコンを止めたかとかですね、うん、ガスの元栓を閉めたかっていうのをですね、こういうふうにチェックしていくんですね、うん、こういう時のためにチェックシートを使うこともあるということですね、うんうん、これは点検用のチェックシートがこれに当たるわけですね、うんうんうん、これって結構大事ですよね。まあ、そうですね、うんうん、はい、なんかこの前青森くんはそれで、うん、ガスかなんかを消し忘れて大ごとだったらしいですよ。あ、そうなんです、はい、なんか健康診断に行って、
あ、ガス消したかしゃんって、あの今のガスコンロはなんかそれをこう自動で切るあの機能があったらしくて、大事には至らなかったんですけど、はい、そうだったらしいですよ。こういうチェックシートがあればそういうことなかったですね。そうですね。ただですね、このチェックシートにチェックを入れるという作業はですね、まあ、簡単な作業なんですけども、うん、やったつもりで記入しちゃうといけないんですね。あ、その例えば、まあ、こういうふうに連続してチェックが入ってますよね。はいはいはい、そうして、そうすると、まあ、やったつもりでこうシュッとやっちゃうっていうか、あ、めんどくせえもんね、ちょん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 と、あ、まあ時間がねえでな、まあ、全部やったことにしよう、で、うん、こういうことをやっちゃうとチェックシートを使う意味がなくなっちゃうの で、 そうです、ね、やないようにこれ、ね、やっぱり電車のあれみたいなことですかね、こう指差し確認みたいなもんですかね、まあ、あれも指差し確認やったつもりになっちゃうと何のためにやってるか分からなくなっちゃう。そうですね、やっぱり、あのチェックシートっていうのはある意味指差し確認をこうやってるみたいな感じですかね。そうですね、うん、まあ、ゆうまぐれさん、自動で止まるから安心。いや、それを、過信しちゃうと悪いですね。過信しちゃいけないですよ。もし、その、自動で止まる装置が壊れてたら、そうですよ。火事になってしまいますからね。人の手でやらなきゃいけないですからね。はい、やっぱり、一番大事なのは、はい、自分で確認して止める。ね、はい。ね、はい、例えば芋の子、まあ、うちの会社の例ですと、うん、そのある生産ラインがあるんですね。その FBM というその小型の芋の製造する生産ラインがある。 FBM という、まあ、アルファベットの並びなんですけども、うん、そういう名前のついたライン、生産ラインがあるんですけども、この造形機のシリンダーノイルの補給をしたかどうかという、そういう項目をチェックするためのチェックシートがあるんですけども、はい、まあ、この造形機のシリンダーというのはですね、まあ、型を昇降させるため の、うん、あのシリンダーだと言われているみたいなんですけども、うんうん、このシリンダーのオイルの補給をしたかどうかをチェックするためのチェックシートが あるんですね、うちの会社。で、チェックはされているんですけども、うん、まあ、機械的にチェックの際に入れられただけで、うん、実際は見て、チェックが入れられていたわけではなかったということがありまして、ああ、それはあかんな。で最後に油がなくなって、うん、不良品が出しちゃったということがあったそうですね。なのでチェックすることは大事なんですね。そうですね、チェックするということは簡単に言うと確認しないといけないですか。確認なんですよね。で、確認すると時間がかかるじゃないですか、はい、で、早くやれ早くやれと言われると、はい、まあその確認の部分を怠るっていうことがありえますよね。ありますね。そこがまあ問題になりそうな感じはします ね。 そうですね。そういうことがないように注意しましょうね。はい、いうね、そうですね、僕も注意しよう。はい、一部野球の話があまりお気に召さない方もおられたようでして、まあだけど僕お気に召すから大丈夫ですよちなみに勝さんが、ああ全くやっぱりそうだよねやっぱり昨日決めてなきゃいかんよね。そうですね、うん、いや、あの中日クライマックスシリーズは危ないですね。危ないですね、うん、まあ来年に向けて戦力を整えたり、うん、あるいはフロント陣の刷新をしたりした方がよろしいんじゃないかなと私は思いますね。はい、まずは監督をあれした方がいいですかね。監督を変えるのもそうですけど、やっぱりその監督を決める人たちを、うん、どうにかしないと、ね、ああ、じゃあ、ね、フロントの方がいかんですか。例えばですよ、うん、原監督、これ2年連続でセ・リーグ優勝しましたよね、うん、それを読売の本部が、原監督、今年でクビだからって言ったら、うん、多分大騒ぎだと思うんですよね。だけどそれに近いことあったよね。ありました、ね、あったよね。でもそれをやっちゃったところが あったんですよね。だいたいその前 の落合だって考えてみるよね。あんだけ勝ってたのに、うん、結局やめさせてたわけだもんね、中日のフロントはね、うんうん、また野球になっちゃいましたよ、
川添君悪いね、野球の話になっちゃってね。はい、すみませんでした。窓際君がね、野球好きなんですよ。中日ファンなんでね。どうもすみませんでした。はい、ただ、悲しいかな、中日は4位ですか、今。クライマックスシリーズもいけそうもない。そうですね。カープにクリンチナンバーがついちゃってますからね。カープにそのクリンチナンバーって言って、まあ、あのマジックナンバーに近い数字がついてちゃってますからね。やっぱ今年はこれで野球が終わったか。終わっちゃいましたね。あ、このあの勝さんがあの引き戻してくれましたね、チェックシートに。はいはい、そのチェック機能を自動化したのが今度の新型ロケット。新型ロケット、あのなんか固形燃料のあの、あだからコンピューターが勝手にチェックしていくわけですよね。ああまあだけどそのコンピューターがチェックするそのコンピューターをチェックするコンピューターが必要じゃないですかね。なんかあの堂々巡りになっちゃった気するんですけど。で最後は結局は、人が一人ついて、うん、そのチェックするコンピューターのプログラムをチェックするっちゅうチェックだらけになっちゃいますね。はい、管理費用が膨大になっちゃいますね。はい、そういう感じで、うん、それとチェックシートのはその定期、はい点検用のチェックシートの他にですね、うん、こういう色系のチェックシートもあるんですね。はあ。まあ、作業分析をするために用いるんですけども、例えば、これは、これは、この記録シートは飲食業で使われるようなチェックシートの例えなんですけども、うん、例えば、来客用の記録シートを見ると、うん、午前中は女性客の来訪が多いので、うん、午前中は女性客に受けのいい製品を置いておこうとか、うん、あと、お昼間はですね、昼食を食べに来るサラリーマンが多いので、うんうん食べやすいもの、うん、まあ、たこ焼きとかでしょうかね。たこ焼きが食べやすいかどうかは僕わかんないですけど、ね。まあ、普通にはまあ、これまあ、喫茶店みたいなことをイメージしてるんですかね。まあ、そうですよね。でこういうそのライタックスのをチェックすることで、うん、まあ、お客さんの受けを予想するっていう傾向を把握するっていうことですね。でその傾向を把握して、うん、まあ、どういう商品を置いたらいいかっていうのを予測するためにこういうチェックシートを使うってこともありうるわけですね。でこれは点検用のチェックシートじゃなくて記録用のチェックシートがこれに当たるわけですね。うん、まあ実際にあれですよね、こう喫茶店とかなんかでランチとかなんかでもまあとっとと食わせてとっとと帰らせようと思ったら例えばねこうスッと出せるような丼物とか ね、うん、なんかシュッと出せば後の洗い場も楽だし ね、で仕事が楽だしみたいなこういろいろこう考えれるのがこのチェックシートですね。そうですね、記録用のチェックシートをこういうところで使う、はい、ということですね。なるほど。はい、たこ焼きインマーハートというツイートがあるんですけども、これは何なんでしょうか。この川添さんという方はたこ焼きがお好きなんですかね。まあインマイハート、はあ、インマイハートってどういう意味なの、僕知らんけど。たこ焼きはいつも私の心の中にという。ああそういう意味 か、 そうですか。たこ焼きがインマイハートか。ほーなるほどね。たこ焼き魂ってことですかね。ああ どんな魂なのかわかんないんですけど、はあ、あまあたこ焼きをこう、なんつうの、丸く、きれいに焼くことに命をかけるみたいなノリっすかね。俺のたこ焼きは1個1000円だぜ、みたいなぐらいの、いいノリですかね。多分、逃げられちゃいますけど。まあ、バカ野郎って言われちゃいますね。はい。まあ、こういうふうに。で、次にですね、ヒストグラムなんですけども。ヒストグラムって言葉だけは聞いたことあるな。まあ、これは度数分、日本語で言うと、その度数分布図というふうに。ああ、その言葉も聞いたことあるね。ああ、それを、ヒストグラムというんですけども、これはですね、バラつきの分布状態を棒グラフで表示したものをヒストグラムというんですね。バラつきの分布状態。を、その棒グラフで表示したものを、こういうグラフ、うん、まあ、ヒストグラムというんですね。はあ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 。例えば下のグラフですと、ちょっと文字が小さいんで分かりにくいと思うんですけども、真ん中あたりに 19.195 と 19.215 というデータの区間があるんですけども、この区間が、まあ、一番頻度が多いんですね。
何の頻度か、何の頻度なのか分かんないんですけども、なんか回数を調べたんですよね。あるデータの区間で、これだけの頻度は、まあ不良品、例えば不良品の頻度が出てますよとか、そういうものを調べるために、こういうヒストグラムを使ったと思うんですけども、例えば寸法不良ですね。例えば 19.1mm から 19.215mm の間に入っているものが、このヒストグラムだと14個であるという。一番少ないのが 19.115 から 19.135 なんですけど、までの区間なんですけども、この寸法の間に入っている製品が2個ありますよと。そういう傾向を見るためにこういうヒストグラムを使うってことですね。はい、で、これは縦軸に、頻度、まあ個数とか回数を取って、で横軸にデータ区間を取るのが特徴とかそういうふうに決められているんですね。もう一回言ってください。縦軸に、まあ、頻度、まあ、個数とか回数とかを取って、で横軸にデータ区間を取るだけですね。例えば、不良品の度数分布図を調べる、書くときに、例えば0から1ミリまでが10個であるとか、1から 1.5 ミリまでだったら10個ありますよとか。はい、つまり僕が焙煎屋的に言うと、はい、焙煎すると、目減りを全部測定するんですよ。目方の減り具合を、4キロを焙煎するんで、4キロこう目方の減り方をこう、やるわけですけど、それをこうやって、度数分布図にすると、自分とこの目方の減り方がだいたい見えてくるみたいな感じですね。そうですね。パッと見てわかるってことですね。はい。なんかキララシティさんが、野球のスコアボードにゼロが並んだ状態をたこ焼きと呼んだ解説者がいたようです。完封とかされるとこういうスコアボードが出ちゃいますもんね。はい。マイケンやっぱりすごいね。そうですね。38度でもこれですもんね。ジャイアンツね。まあジャイアンツも途中で親上げはしたみたいですけども、結局広島に側に3本のホームランが出たそうで、押し切られた形ですね。誰です？杉内かなんかだったっけ？ホルトンじゃなかったでしたっけ？杉内はその次の日だったと思うんですけど、ね。あ、その次の日だったっけ？あ、すごいね、勝さん。コーヒーでいうところ、ミルで引いた時の微粉とかの粒度のばらつきみたいな感じ。あ、素晴らしいね。あのね、コーヒー豆引くとね、当然決まった数値で引くんですね。もっと当然豆ってこう砕いた時に粒度が違うわけですよ。まあ一応基準的にはこう当然歯の隙間を通過してくるんで、その時のまあ、粉がありますよね。それをこう例えばふるいに何種類かのふるいにかければ、この粒度のふるいを通過したものが何パーセント。でこのふるいを通過したのが何パーセントって言ってやるとこのなんだヒストグラム、度数分布図になるという感じですかね。さすが勝さん、偉いですね。でこのヒストグラムですと19.115 と 19.215 のまでの区間が一番頻度というか回数が多いんですけども、これの間の数値が 19.205 なんですね。で、この 19.205 が中心値となるわけですね。で、この中心値を境にして、どちらかで分布しているということですね。で、元データがこれなんですよね。ほうほう。ちょっとこれは関係なかったですね。関係なかった。はいはいはい。関係あるんですけども、この度数分布図を作るために、まずこういう表を作ってから作るということですね。はいはいはい。はい、まずデータを集計してからでないと、ああいう図が作れないということですね。結構、Excel とかなんかでちゃんと作れそうですね。そうですね。
そう考えるとあれですね、はい、QC にはエクセルが必要ですね。まあそうですね、頻繁に使うね、はい、うん、まあでヒストグラムは結局、うん、あのヒストグラムの視点というか、まあどういうふうに使うかという、うん、どういうことを使うために使うかといいますと、まあ、うん、データの中心の位置でありましたりとか、うん、そのばらつきの状態でしたりとか、うん、あと分布の形ですね、はいはいはい、それと飛び離れた形の有無、まあ、飛び離れた値、その変な、まあ、測定していくと、まあ、うんうん、たまに飛び抜きで変な値が出ることがあるんですけども、うんうんうん、そういうデータがないかどうかを確認するために確認できたりもしますし、うんうんうん、あと、まあ、要因別に分けることで、うん、その要因の影響の調査を行うために使うこともできますし、あ、それと製品の規格と照合して、うん、規格の中に、収まっているかどうかを調査するためにも、するためのことにも使えるという特徴があるわけですね、うん、はい、またすごい関係ないですけど、はい、キララシーさんが悪いものでもいいものみたいなあのダジャレをやってますけどあのまあ悪いものを取り除くというか、まあ、選別するためにこういう、まあ、いろんな、まあ、ヒストグラムであったりチェックシートがあったりするわけなので、はい、チェックシートは大事ですね。まあ大事ですね、うんうん、まあそれが第一歩でしょうね。で状態を確認してからこういう対策を立てることが大事ですね。僕もそういうのをちょっと真面目に考えて、はい、まあ必要があったらあの取り入れていただければ有益なこともあろうかなという程度なので、はい、まあ、コーヒー屋にも、必要なことだと思っております。あの手続きが負担になるのでしたら無理にとは言いますいや、大丈夫ですよ。僕は一生懸命、ヒストグラム、度数分布図、はいはい、言葉を覚えました。はい。はい、フィッシュボーン、はい、覚えました。はい、あとはですね。まあ、パワーポイントはここまでですね。うん、です。あと、管理図っていうのがあるんですけども、はあ、これはですね、パワーポイントはここまでね。そうですね、はい、じゃあこっちへ戻します。はい、はい、であと管理図というのがあるんですけど、管理図、管理図、これはですね、うん、製造工程が統計的管理状態にあるかどうかを判断するためのグラフ、すげえ意味がわからんなんですね。何ですかそれ。これはですね、あの同じ項目のデータのばらつきを見るためにデータをプロットして、傾向を見る、うん、ための図が管理図であるということですね。なんか意味わかんないですけど、まあ、これはですね、変化点をつかむことができるんですね、これをやると。変化点、まあ、そのどういう、どのような対策を施したときに、うん、まあ、変化があるわけですね。はい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 、どういう変化があったのかをつかむことができるわけですね。例えば機械加工で言いますと、はい、ハグを交換したら、うん、その内径を削る加工風ときに、そのハグを交換したら、うんうん、その内径の直径が変わったとかですね、そういう変化点が出てくる、はいはい、そういう変化点をつかむことができるということですね、うん、あ、そういうことですか。まあそうですね。でこの管理図というのはですね、うん、折れ線グラフに2本の管理限界線と1本の中心線を記入して作るんですね。でその管理限界線という、はあ、言葉があるんですけども、はあ、これはUCL、LCL という単語がありまして、またわからん単語を出してるね。UCL というのは、うん、アッパーコントロールラインの略でして、はあ、ちょっとスケジュールを出した方がいいかもしれないですね。はい。じゃあ、各マジックを上げましょうか。そうですね。はい。多分、こちらの方が太いと思うので。はい。キララシティさんが、ところで今日はなぜこのテーマを選び、視聴者に何を伝えようとしたのですかとあるんですけども、
それはですね、市役所でこれを、使っていただき、クオリティコントロールだったまあそうですね、あを、やっていただきたいということですか。まあ鋳物の工場でその不良品が出たりそのすることがあるんですね。でその不良品をその出ないようにするのが大事なんですけども、そのゼロにすることはできないんですね。なのでそのゼロに近づけるためにいろんな方法があるんですけども、そのいろんな方法を紹介していくというのがこの番組し、この今回の趣旨ですね。そうですね。それを、コーヒー屋に応用したり、市役所に応用したり、襖屋さんに応用したり、そういう感じですかね。まあやっていただける機会があればなんて感じですかね。はいはい、了解です。で、あ、ごめん。あ、白ペンですかこれ。白ペンじゃないですね。ホワイトボード用と。はい、こっち使いましょう。うん、例えばですね、はい、こっちの方がいいですか。あ、はい、あ、これは太い、はい、ちょっと二重線みたいな感じになっちゃったんですけど、ね、はい、まあ UCL はいなんですけども、これはアッパーコントロールラインの逆なんですけども、はい、これは上限線のことですね。上限管理線、日本語で直訳すると上限管理線となるんですけども、うん、一般的にその UCL というのは寸法の大きい方で、うん、まあ、これの逆に LCL というのがあるんですけども、これは、寸法の小さい方という区別をするんですね。うんうんうん、で、この UCL と LCL の間に中心線を入れて、うん、この範囲の中に入っていたら物作りとして正解であるということですね。ほうほうほう、はい、でそういうことを見るための図が管理図であるということですね。へー、はい、川添さんがアルティメットチェンジラストですかというツイートがあるんですけども、アルティメットなんか勝さんがいいですね。対処方法、不良品にうんちくつけて売ってしまう。それ普通でしょそれそういう誠意のない対応をやっちゃうと後でバレます、ね、あ、そうっすか。勝さん、それはね、ダメだそうですよ。はい、ダメだそうです。数字で見てるとどうしてもそういうごまかし、まあ、聞く場合も、ごまかす場合もあるんですけども、まあ、前回も話したかもしれないんですけど、やっぱりそういう場合必ずその打ち合わせをやってここまでだったらまあいいでしょうというのを取り決めるので、その取り決めもなしにごまかしがあるとまずいので、はい、そういうことはやらない。いやだけどお客さんとは取り決めがないかもしれないですね。一般的なお客さんとはね。まあ、そうですね、うん、まあで製品の品質特性値っていうのはばらつくのが普通なので、うん、その管理図というのはですね、品質特性値のばらつきが異常原因なのか偶然原因なのかを判定するための道具となるわけですね。うん、で異常原因というのは見逃せないばらつきなのか、その UCL ばらつきなのかを判定するためにこういう管理図を使うということですね。お、はい、でこの品質特性値に癖があったりですね、うん、管理限界線、まあ、UCL、LCL のことなんですけども、うん、この外に出たりすれば異常原因があったことを示すってわけですね。うん、で、まあか、そうですね、一般的にはですね、管理の、LCL の方に近づくと、LCL というのは下降線のことですね。うん、例えば、ある寸法があったら、うん、一番下のところが LCL で、一番上が、はい、UCL ですね、はいはいはい。で、LCL の方に近づくと、不良品が出やすくなりがちなんですね。うんうんうん、そういう
特性があるんですね、うん、で逆にその UCL、上限性の方に近づくと管理がシビアになって、うん、不良品も出にくいわけですね。うん、ただしシビアな管理をしなければならないので余分なコストがかかってしまうこともあるわけです、ね、ああなるほどね。あキララシティさんが今に始まったことではありませんが、だとしたら鋳物業界のマニアックな方向に行くのではなくて、もっと内容を一般化する作業をしてから放送に載せた方がよろしいかと。理科系の話というのは一般化するのにも限界があることがあるんですね。え、いいっすよ、はい、一般化しなくてマニアックに行っても僕許します。はい、あ、ちなみに勝さんが、茶器なんてもうそんなものばっかりだから、うん、あ、これあれね、不良品にうんちくつけて売ってしまうやつですね、うん、そうですよね。簡単に言うとあれですよね、この茶器なんてもんはなんつうの、利休好みであったりとか、うんうんうん、なんとか好みっちゅうふうに言うじゃないですか。つまりこうこれ曲がってんじゃないか言ってて言ったら、いやいやいや、これは利休好みでございますってって言って売っちゃうとかね、うん、うん、そういう売り方ありますもんね、うんうん、このコーヒーはこうこうこうじゃないかって言われたら、いやこういう味ですからって言って売っちゃうとかね、うんうん、そういうことありかなみたいな、そこら辺が工業製品と、まあ、僕らの扱うような製品との少し違いかなという気はしますかね、うん、はい、時間あれですよ、押してますよ。あ、そうですね、はい、でまあこれはで、この UCL とか LCL とかあったんですけども、うん、この機械加工の場合でありますと、まあ、プラスマイナスゼロであったら全く問題ないんですけども、うん、例えば上限線が100分の4とか、うん、100分の6とかですね、うん、100分の8とかに上がっていってしまう傾向があるんですね、うん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 、で、不良が 0.2 を超えた場合には、その上限を超えたら不良であ、うんうん、あると判断して、下限線を超えたら問題なしというふうに判断して、スルーする場合もあるわけですね。でこれはですね、下限線の方向まで見るという工程を省いて、コストの削減を図るためにこういうことをするわけですね、うん、まあその、まあ、管理のための管理はやりましょうねという、うんうんうんはい、で一般的にはばらつきの3倍あたりまでが UCL、LCL の条件とされてるんですけども、ただそれでもダメなら2倍1倍としていくこともあるんですけども、うん、そのばらつきが1倍にもなりますと、いかにばらつきを小さくするかということがもっと厳しく求められることがあるんでして、うん、これはあまり現実的ではないので、そういう場合は、ばらつきを取ることも、取る必要もない場合もあるわけですね。あ、はい、まあ、無七、七前ということですね。そうですね。はい、ありました。僕、そういうの得意ですけど、はい。はい。で、まあ、一応、この辺で。はい、じゃあ、今日のまとめを、はい、お願いしたいですね。まとめはですね、はい、まあ、不良品を出さずに生産し続けられればそれで、うん、それが一番いいんですけども、そうはいかないので、はい、そういう不良品の出具合を管理するためにこういういろんな道具を使うのが、うんうん、QC の肝であるというのが今回のまとめじゃないかなと思うんですね。あ、なるほどね、はい、なんかキララシティさんがぜひ番組の QC をお願いします、うん、なるほどね、はい、この鋳物百問のこの番組のこのいろいろな進行のことだとかいろいろな QC を、クオリティコントロールをぜひやってくださいということですか。QC は QC、 いや、いいね、うん、これはちょっと思わず読んでしまいましたね今、うん、まあうちだとこれを小QC ってありますけどね。ああ、そうなんですか。いえ、うちホットな小QCという、名前のブレンドがあるんで。あ、なんかそういうのありましたね。はい、あそこあるでしょ、ホットな小QC。だから QC は QC よりはうちだったら QC は小QC の方が
もうちょっと僕は評価高かったよ。はい。って感じですかね。UCC コーヒーリーフなんですけども、これは何ですか？ UCC、UCL を、一応頭文字を合わせたわけですね。そうですね。うん。リーフ、この UCC コーヒーリーフのリーフは、まあ多分、あれですかね。一応、コーヒーの、エスプレッソとかなんかのラテアートのリーフって言って、葉っぱ描く、技があるんですけど、それの意味でありますかね。まあ、どっちみちギャグなんで気にしなくていいと思います。はい。休止は小休止。はい。そうですね。はい。はい、以上でございます。じゃあ、来月はなんか、ちょっと、いつも第4なんですけど、ちょっと第4に用事があったんですよね。はい、そうですね、はいはいはい。うん、ちょっと他の人と、日にちを、ちょっと、いじりますわ。はい。うん。で、今度来月はどんなことをやるんですか？実演をやります。あ、実演行く。はい。今度安全な実演。大丈夫です。はい。あ、安全な方法を、はい、を予定示していますので。はい。はい、キララシティさん、はい、安全な実演が入るそうです。はい。はい。はい、じゃあそういうことで、じゃあ来月また、着物じゃないや。着物に100万。はい。はい。来月は実演です。実演です、はい。はい。じゃあそういうことで、はい、お疲れさんでした。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。